はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ボーちゃんを描いていきたいと思います。クレヨンしんちゃんの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。くるくるくるーっと縦長にこう描いていきます。で、耳で、上にくるくるとぶしてきて、で、真ん中に目を縦長の丸で描きます。で、縦長の丸で描いて、で、眉毛、眉毛で、髪の毛をちょっと花びらみたいに、で、横スーッと下ろしていきます。で、鼻水トロン。で、下に口を丸く開けます。で、こっち側の手はちょっと曲げていきます。クイッと曲げて、で、手が鼻を開けます。で、親指、で、スーッと下ろしてきて、じゃあちょっと肩が出て、腕をスーッとこっちに下ろしていきます。で、ここの裾は広っとさせて、手はグーで握っていきます。で、ズボン。で、左足、靴下、靴。で、こっちは右足、靴下、で、靴。手に持ってるお花を描いていきます。ここをピュッと出して、で、真ん中くるくるーっと丸を描いて、花びら、まず顔を肌色で塗っていきます。で、手も塗ります。で、口を赤で塗って、ほっぺをチュッ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 と描きます。で、髪の毛を焦げ茶色で塗っていきます。鼻の真ん中を山吹色で塗っていきます。で、花びらを薄紅色で塗ります。で、葉っぱを緑で塗ります。で、服を山吹色で塗っていきます。ズボンを深緑色で塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。